どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は、えー、好きな曲、アーティストの好きな曲トップ10のコーナーでございます。えー、まだね、いるんですよ。まだまだいますかね。はい。というわけで、えー、思い出したらやります。はい。今回は、相川七瀬でございます。えー、まあ、ファンかと言われたら、そこまでファンではないですけれども、まあ、曲はね、こう出るたびに、今回はどんな曲かなみたいな感じで聞いてはいたので、 はい。最近のその、多分結婚とか出産とかしたのかなそっからまた復帰して、今も活動されてると思うんですけど、その最近の曲はちょっとね、わかんないんですが、まあ、いわゆる、こう、前世紀というか、の時の曲は、ほぼ網羅してるんで、えー、そこで、僕が思うアイカ、相川七瀬の好きな曲トップ10を発表したいと思います。えー、10位から6位はこんな感じでございます。10位、コズミック・ラブ。9位、ライク・ア・ハード・レイン。8位、ダリア。 7位、今でも。6位、ブレイクアウト。でございます。はい。まあ、力強い感じの歌声っていうのがまあ印象的かなと思います。はい。まあ、小田哲郎サウンドで僕の好みではあるんですけども。じゃあ、5位からいきたいと思います。5位。5位はですね、恋心ですね。はい。多分、この曲が一番売れたんじゃないかなと思いますけども。まあ、いわゆる僕的には正統派なポップスっていう感じなんですよね。 すごく入ってきやすいメロディーラインで、まあ誰もが好きになる曲なんだろうっていう感じで、僕も別に嫌いじゃないんですけども、5位ですね。はい。あえて言うならば、恋心あってもなく今とか、てん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 とかっていうのが、ちょっと僕的にはもったいないっていうか、か予定調和感があって、すっげえ好きにはなれないんですよね。うん。 すごく分かりやすいメロディーでね、うん、親しみやすいんだけども、なんか物足りないな、みたいな、ところを僕は感じてしまうんですよね。それで5位です。はい。4位。4位はですね、世界はこの手の中にですね。はい。このシングル曲ですけども、まあ、サビのこう、早口のところが、意外性とかっこよさ、みたいなのがあるし、相関ならせにすごく合ってる曲だなーって、いうので、結構好きな曲ですね。まあ、言葉がすごく、 えっと、メロディーに合ってるかなっていう。まあ、全体的にそうなんですけどね、アイカナラセの曲っまぁ、オダ・テツロがそうなんだろうなって思うんですけど、やっぱ、すごくメロディーラインに合った詩、言葉っていうのが、えー、チョイスされていて、それが、まあしんみり入ってくるっていうか、うん。なんか違和感が感じないみたいな。うん。まあ、違和感が感じないことが違和感になったりするときもあるんですけど、まアイカン・ナラセはそれはないかなって思います。 4位は世界はこの手の中にです。3位。3位はですね、夢見る少女じゃいられないという曲ですね。これはデビュー曲なんですけれども、まあ、すごく合ってるっていうのが一番かな。うん。私、まあさっきと同じことを繰り返すようですが、やっぱり言葉がすごくメロディーに合ってるんで、まあ、口ずさみやすい曲でもあるかなと思います。誰かがカラオケとかで出せたらね、あの、なんかみんなでノリノリになりそうな、そういうイメージもあるし、 まあ、あと相らせ、愛川七世の見た目とかもちょっとこう、ロッカーみたいな感じがするから、それにすごく合っている。疾走感のある曲かなっていうのもあって好きですね。はい。2、2はですね、ノスタルジアという曲です。はい。これはですね、普通にメロディーラインが好き。<laughs> すごく僕の好みのサビの展開です。はい。焼けつく。 思いはってこの高くなるのね。今もぬぬぬとか、ああ、すごいいいなと思います。はい。もう純粋にかっこいい。うん。なんか、真似したい感じかな。愛感のナラセい曲でカバー何やるって言ったらこれちょっと選びたいなっていうぐらい好きですね。はい。自分もやりたいみたいな。そのぐらいかっこいい曲かなと思います。1。1がですね、ス、え、イートエモーションという曲ですね。はい。まあ、 あの、疾走感こそないんですよ、これ。この曲ね。あの、ま、ポップテイストっていうか。うん。全体的に聴きやすいんですよ。サビ以外も。で、すごく入ってきやすい。まあ、曲としての構成が、ま、シンプルっちゃシンプルなんですけど、全体的にすごくバランスがいいかなと思います。相わらずの曲って結構、これサビっていうような曲も結構あったりするんですよ。そのブレイクアウトをしっかり、えっ、ー、と、トラブルメーカーだったりとか、なんかその勢いで聴かせるみたいなイメージが僕あって、 それも相変わらせっぽいなって思うんですけども、スイートエモーションはその要素も入れつつの、ちゃんとした曲としての、あの、元来ある A メロ B メロサビっていうシンプルな作りも入れてて、すごくバランスが良くて聞きやすい。で、ミディアムテンポじゃあミディアムテンポなんだけど、多分言葉なんだろうね。灼熱の恋に素肌合わせとか、いかにも疾走感が出るような単語とかが出てくるんだけど、 あの、ミディアムテイストでなってるから、僕的にはバランスいいなっていう。それで、とっても聞きやすくて、口ずさみやすくてっていう。で、かっこよくてっていう。うん。そういうのが、すごくいいバランスで、要素として入ってるなっていうので、一番好きかなっていう感じですかね。はい。スイートエモーションが1位です。はい。というわけで。 えー、僕が思う愛川七瀬の、えー、好きな曲トップ10はこんな感じでございました。共感される方は高評価お願いします。意見物もしたい方は、えー、コメントなどいただければなと思います。それではこの辺で二次論戦を終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。